皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン 4.5 周年とやっていきたいと思います。さあ次2回もう1回広島鬼が対決。さあ今回はね、小学生ミカということで若返ってるんですけども、時間をかけながら床スイッチをこれく注意しながら扉をから脱出しようということで、来たね。ここどんだけステージ、600秒だぜ。みんないいか、みんな600秒って言ったら何分だい？そうだね、10分だね。10分間もこの一ステージにかけてもいいよってことだから、なかなかの長丁場。ここね、一回やられるたびに本当にめんどくせえって思っちゃうところですね。で、ここはね、本当に、なんて言ったらいいんだろう。なんて言えばいいんだろうね。ここね、聞こえてないんだよね。こっちか。そうそう、最短距離で行こうとすると良くないので、はい、こっから、ういさあ、小学生がね、本当にこうやってけなげに頑張ってる姿を見てみんなを応援してあげようぜ。でこっち行って、やばい、くしゃみ出そう。あー、花粉症がやばい。くしゃみが、はあ、出なーい。オーケー。なあ、鼻むずむずする。くそー。やばいね。花粉症がどん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 ひどくなってくるんだよね。さあ、これね、襲ってくる BGM 聞こえてるんだけど、フルシカトで大丈夫です。この銅像を動かしてる最中は絶対に襲ってこないので、なんかのバグでね、現れる可能性はなきにしもあらずだけど、そんなの対応してらんねえよって思うからね。はい。さあ、鍵4つ。次は？ここはね、で、結構なんかゴリ押しでいけるんだよね、確か。ここで、こう。そうです。OK。さあ、5つまで。だいぶスムーズ。で、ここも、結構ゴリゴリのゴリでいけたような気がする。ここで。本当はなんかね、別にもっと移動させてほしいはずなんだけど、これがこういう風に、動けちゃう。さあ、ここがめんどくせえぞ。ここがね、鉄球のこの動きを見ながら運んでいかなくちゃいけないので、そうだね。この鉄球の流れの動きを読まなくてはいけない。間違えた。こっちじゃない。こっちじゃないよ。こっちだよ。何やってんだよ。OK。さあ、じゃあどっちから行こうか。まあ右からでいいかな。OK。はい。よし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 。冷静に。はい。で、ここは止まらないように。で、こっから鉄球が出てくるから、そうです。このタイミングだけ、出てくると引っ込むのタイミングだけはしっかりと計算しておかなくてはいけない。よし。さあ、どっちから出る？そうだよね。そっちからだよね。OK、行くぞ。OK、いいよ。これ一発でクリアして、ここまで来てね、やられるとね、マジで萎えるから。よいしょ。さあ、ここはね、IKKOさんが出てきたところですよね。本当に、どんだっけって私がやってたところなんですよ。本当に。もう600秒とか、どんだっけ、長すぎー。よし、ここで、はい、上から行って、よし、いいよ。そう、一マスずつ、冷静に。そうだね、一回ね、一回こうやって冷静に、送り直して、OK。で、大丈夫。BGM はね、ここまで全然来ないから大丈夫。OK、行くぞ、いいぞ。よし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 。さあ、ここが一番の難所だ。で、ここは端っこから行かないといけないんだよね。いいよ。うん。はい。で、こっち。で、ここで銅像があるので、こいつを使用する。
で、向こうの銅像もね、いずれ使わなくちゃいけないんだけど、それはまた別のお話。いいよ、大丈夫。OK。こうやって、で、ここでこう、OK。よし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 。で、あっちの銅、で、あそこか。よし。危な 今のは本当に危なかった。今のは本当に危なかった。で、こっちに行って、時間もまだ一応たっぷりあるので、まあ、大丈夫だとは思うんだけど、これで開く？これではまだ開かないか。どうやったっけな？多分、ここだよね。そうだよね。で、そこしかなくて、OK。見えた。道筋は見えた。まず、こう。で、次が、こう。大丈夫。こう。大丈夫、大丈夫。死ななきゃいいか。死ななきゃいいからね。大丈夫。まだ300秒以上もある。落ち着いて。よし。本当に、マジで。ここ一回ミスったら本当にこれ今、最初からだからね。400秒もある中を行かなくちゃいけないから。で、それで、あ、こう。オーケー、行くぜ。さあ、こっから？あれ？あ、そこの銅像がまだあったのね。オッケー、いいよ。はい。さあ、かかってこい。ただ、こっからは振るしかどう。そして、どこへ行くんだというところで、あなたは、こうです。ざわみろー、さらばだ。さあ、この透明人間のミカちゃんがね、こうやって座敷わらしになって、こうやって部屋の中に、どん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 暴れ回っていく。オッケー、ハエ男。わ、すげえ。こんなスキンあるんだ。すごい、この小学生ミカちゃんには見せられない姿だったら今のね。オッケー、そしたら本日ここまで。こんな感じでね、4.5周年も続けていくので、ぜひまた見に来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。